はい。じゃあ、第2部で行きましょうか。あの、今回のテーマなんですけども、その教育環境にいたら、その教育に染まるのかってことなんですよね。まあ、これは大筋ではそうなんだろうなと思います。やっぱりイスラムの家庭に生まれたら、イスラムの正義を貫くと思いますし、仏教徒だったら、仏教の教えにしたかったまま、輪廻転生とかね、天国とか地獄とか言ってるのかもしれません。はい。それでですね、あの、よくね、日本人は学校教育に洗脳されてるって言うじゃないですか。 私これはね、本当に洗脳されてるとしたら相当成績が優秀な人だけだと思うんですよ。だって学校教育なんて真面目にせずに、しかもテストの点っていうのはいい人ばっかりじゃないわけですよね。テストの点が悪いってことは教育が行き届いてない、つまり洗脳が行き届いてないってことなんですよ。で、そもそも私は授業にほとんど出ることがなかったんで、私は洗脳されたかっていうと、授業で何をやってるのかわからないってところなんですよね。でね、こんなツイートがあったんですよ。あの、朝鮮学校にもし子供が行ったらね、 反日教育に染まるんんじゃないのっって言われたたことがあったんですけども、うん、確かに朝鮮学校に行って真面目に授業を受けてね真面目に成績優秀者ならそうでしょうでもどうですかねその教育に染まった結果これ違うなっていうふうに判断するかどうかはまさに本人次第なのかなと思うんですよ、まあ、昔から反面教師って言葉もありますからね、うん、であの吉谷さんもちょっと言われてましたけどもあの新入社員で会社に入ってね10年上の先輩を見てそれでああ10年後の姿か っていうううのののははあの、まあま普通の捉え方はそうだと思うんですよただねやっぱこう10年先輩20年先輩があしょうもない人だなと思ったらこの会社簡単に俺出世できるじゃんっていうふうにチャンスを生み出す人もいるんですよでも先輩が優秀でガチガチにトップのポジションを埋めていたら出世無理だから私はあまあ中堅医科大学だったんですけどもあの中小企業に入ってねそこで。 幹部を狙った方が人生的にはすごていうふうに、えー、学校のね学校の教育ではないんですけども、まあ、学校のゼミの,そのクラスメイト同士は言ってましたねそれこそ一流企業に入っちゃうともうすでにねあの上司の言いなりにしかできない自分の考え方は責任を取らされるから極論できないと前任者の意向に沿ったまま本当にねマニュアル通りに動くことが優秀な社員っていうふうに評価されて 少しでも出世するる形になるとでもオリジナルの意見とかを出しちゃうと成功した時はいいんだけども、うん、失敗したら全部責任を取らされちゃうと。よしんば成功してもそれは上司の手柄になっちゃうってまさに半沢直樹見てたらその通りだなと思っちゃうわけなんですよね。だからその環境でどういうふうな人物になるかっていうのは、まあ、時代も違いますしね。まあ、例えば今私が20代ぐらいでどっかに就職するとしますよね。代代とかのの人の仕事っぷりを見て 何か感じるとしてもその50代60代の人は多分その当時の社員なんでですよねでその社員のまのま40年働いたらこうなるってことなんでもう時代が違うんで使うツールもテクノロジーも違うからじゃあ今20代で入社した自分が10年先輩とか30年先輩を見てそうなるかなっていうふうにはならないのかなって考えればいいんじゃないのっていうふうなアドバイスもできるかなと。 その環境の教育に染まると私も思ってます。うん、じゃないかなと思いますよね、やっぱりね。